たぞ。来た。カサゴですけど。ゴッチです。僕の一発目はゴッチー君でした。これか、このね、オフショアでこう膨らんでるでしょ。このままだと潜れないので、これこれ、ルミコさん、ルミカさんとこの神経締めショートのこっち側がニードルになってるんで、とりあえずはこの口から出てるぷっくり膨らんだのを刺してエア抜いてあげますね。引っ込んだね。あとお腹、お腹は僕の場合は肛門から、肛門から入れてあげる。はい、プシューと音がして、あら、プシューと音がしてる。お、元気です。これで泳いで帰れる。よし、ほら潜った、ピャーっと。すごい。今ランカーサイズのネオモンハタが、これ友達が釣ったんだけど、じゃあお腹返してるでしょ。ちょっとね、若干エア噛んでるんですよ、お腹が。で、こうやって普通は蘇生して背中立てるんだけど、どうしてもこう背中を起こさない場合はエア抜きしてやらなくちゃいけないです。これ、ね、多分エア噛んでるなと思うんだよね。この海からの神経締めセットは、このリフトをかけるニードルが、あの注射針のように中に、ね、中空になってるので、これでエアを抜けばですね、リリースも、ああ、起きたかな、ね、じゃあダメでしょう。やっぱりね、こうお腹へ空気が入ってんだと思うんだよね。よし、エアの抜き方もいろいろあるんだけど、まあ、鱗がこう入ってるからこっちから刺さないかね。鱗から逆に、僕は割と肛門からシューッと抜けて抜けてる。ほら、引っ込んだでしょ、ここお腹がね。さっきまでぷっくり膨らんでたのに引っ込んだでしょ。で、しっかりやってやると。まあ、あとはちょっと泳がさないと立たないかもしれないけど、ファイト時間はそう長くなかったから大丈夫だと思うんだけど、あの、背中まっすぐ立たないうちにリリースすると、あ、立ったね、ほら、はい、エア抜き、進行キープするときは神経締めね、するんだけど、リリースするときにはこういう神経締めセットでもエア抜きができるという、とりあえずエア抜き方法でした。はい、行きますか。どうぞ。で、重き、はい、まず魚を締めて、締めて、締め、今回ナイフでね、はいはい、顎をしっかり持つ、持って、うん、深く持ってしっかり持って、ここから、うん、円錐を断ち切るようにね、はい、刃先を入れて、そう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 、そこガクッ。女の子厳しいね、ちょっと。いけ、大きいから硬い。とにかく血を出せばいいです。よし、そう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 、それでいい、それでいい。はい、もう OK。で、エラを切る。ここのエラ、そう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 、薄皮を切る。で、こう刃を入れたら心臓当たるからダメだからね、はい、もう少し上から丁寧にする、はい、こういうところもね、はい、ここも、ここ、そうそうそう、もう大体それでいい。はい、血抜き、
本当はもう5分10分つけといてもいいんだけど、はい、まあ、今回ちょっと早めにざっと抜けたら、はい、よう抜けよう、抜けてる抜けてる。でよくやるようにこのおっぽもに穴開けて抜くっていうのはしなくていいんですね。さっきも言ったように心臓がまだ動いててポンプでエラからどんどん血を押し出してるんで、ここ穴開けちゃうと圧が両方に抜けて真ん中が血抜きができないと、僕じゃなくてプロの方がそうおっしゃってました YouTube でYouTube でハッハーと思って感心した。どっかあの本職の本職の魚屋さんがねそう言ってた。これ面白いのがね、モッキーね、まあ今殺したじゃん、はい、殺したって表現はいいんだけど、まあ実際殺してるからいいんだけど、死んじゃってるじゃん、はい、この状態で死んじゃってるわけだけど、血抜く、血を抜くためにこの中へ 2,30 分、はい、下手すると1時間放り込んどいて神経締めすると、はい、ブッブッって動くの。それぐらい中の自律神経は生きてんだよな、うん、よし。指が痛いからこのタオルって、うん、そうそう、それでしっかり顎を持つ、うん、そう、立てた方がつきやすいと思う、うん、はい。では次はピックでリード穴を開ける。こう方向に向かってね、グリ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 、おお、探りながら行くよ。その時ビクビクっていくところへ、そこじゃない、いっぺん抜かないとダメ、入ってないって、うん、抜きすぎるとダメ。もうそこに骨にも穴開いたから骨の入ったところからこう角度を探るわけ、ビクビクっとなるところを。ちょっと浅すぎる感じかな。うん、ちょっとビクビクってなってるね。あのね、コツはね、はい、もうこの頭骨をに入ってしまったら探すの、こうこうやって、はい、こうやってちょっとこうやって、ほら、ちょっと今広い、あ、はい、あ、ここほら、探すのよ。あ、ここだなと。ピクピクとなるとかって、これでもう多分あの入ってる状態だと思う。おお、いったいったいった、うん、であとは針金を通す、ゆっくり通すね、はい、おお、そう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 、いったいった、横、横にしとくな、横に。お、色が変わった、おー、変わった変わった、おー、うまくいった、うまくいった、うん真っ白になった、綺麗に締まりました。ハマりました、ね、今の。おお、終わった、でき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 ました、はい、できました、バッチリ。初めての、初めての神経締め、大成功うん、割と簡単だよね、この道具があれば、はい、素晴らしいよ、はい、はい、見ると、それもう一回見せてください、神経締め、うん、とは美味しくね、せっかくいただいたトロフィーサイズを美味しく食べてください。ちょっと魚が大きすぎです。ちょっと魚が大きすぎるので、まあ頭をしっかり入れて、尾っぽをこう曲がってもしょうがないね、はい、でかすぎるから。でかい、うん、でっかい55ぐらいあるんじゃないかその紙袋が約50センチ近くあるんだから、54、5センチある、でっかい旗だ。おお、綺麗に触った。でこのままクーラーに縦にして入れるとこ、さっき説明したが、はい、お腹を下にして、これでこうサンドイッチするような、
そうすると氷焼けもしない。それからね、この紙なんでナイロン袋に入れて入れるのと違ってね、蒸れない。ナイロン袋による蒸れがね、やっぱり魚の味を落とすの。で、お家帰ったら、はい、このままチルドに入れられるんだ。あ、で、どこに一晩、二晩、三日目、四日目ぐらいが一番うまくなる。熟成もこのままできるで、ね、そう、三日ぐらい経つと身に旨味が回ってくるからずっとうまくなる。はい、よくできました。ありがとうございます。できました。ちょっと一旦ここで抜いて爪押さえてで抜いてごらん。ズボッとどこまで入ったかやってごらん。ほら、ここまでしか閉まってないのよ。だから綺麗にまっすぐ入ってないんだ、骨に対して。うん、少し角度が悪い可能性があるね。ああ、そこ来た来た来た、閉まってなかったね。はい、そこイラつくよね本当に。一回手離したほうがいい。で、口閉じて、閉じて体まっすぐにしてやると、うん、探りながら無理やり突っ込むんじゃなくて通りやすいところがあるから。うん、はい、だからね、うまくいってないですね。うまくいってない理由は、はい、もうこいつが歪んでるはずなので、これがね、これがうまくきちんとさせてないんだ、はい、ここの硬いところだけこうぐるぐるぐるってやったら、ちょっと入ります。うん、あと角度見ながら。ちょっと開け損なうと、あとが難しいんだけど、うん、ここで手間取るなんての、あ、入った入った、もう、お、ほら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 、これゆっくり、ほら全然力いらないんだって。ほら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 、うん、色が白くなってる、はい、ほら、だから無理やりガツンって当たっちゃダメなんだ。うん、ほら、あ、尻尾まで行ってます。色変わってしまった。入ってきました。慣れたら多分 2,3 匹締めたらもう、はい、綺麗にできるようになる。じゃあ、あと 2,3 匹。いや、もういいでしょ、もうキープ十分でしょよし、抜いて、はい、ローびき紙袋で、収まった、ね、平らに収まるとこがいいよね。で、こう、そう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 、ぺったんこにする。はい、二つ折りにして、キュッ、お腹がどっち、お腹こっちで、お腹を下にして、お腹を下にして、こうすれば美味しくお刺身食べれますよと、はい、うん、完璧、よし OK です。やった、仕事すんだ。さあ、もう釣るだけだ、あとは。あ、サンキューモッキー、すごい仕事し。